上の命運をかけた交渉に、李牧の復権交渉と3つの条件を考察。皆さんこんにちは、宮司のコーランです。今回は李牧の復権をかけた一大交渉について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。趙の軍総司令と宰相を兼任し、国の防衛を一手に担ってきた李牧。しかし李牧は、政敵である郭開の策略によって、逆賊の烙印を押され、逃亡者の身となっています。史実では、李牧がここから表舞台で活躍し、秦軍を大いに苦しめることになるのですが、作中ではどのように李牧が復権を果たすのか、現在までの描写をもとに考察してみました。投稿後2時間以内のコメントは、一部を除き全返信させてもらいますので、あなたのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1、復帰への課題点。まず、李牧が趙の中央に返り咲くためには、2つの課題が残されています。1つ目は、最大の課題である、太子家と太子戦の後継争いですね。李牧が簡単を追われたそもそもの要因は、太子戦が変則的に次期趙雲に指名されたことで、太子戦の派閥にとって、本流の後継者であった太子家一派の存在が邪魔になったからです。郭開らが太子家一派を大量に粛清し、太子戦が正式に趙雲、遊牧王となったとはいえ、本来の王位継承者であった太子家の存在は、郭開らにとって依然邪魔なままであるはず。そして二つ目の課題は、李牧一派による反乱未遂の事実です。李牧が郭開によって投獄され、処刑されかけた時、春水樹らは李牧奪回作戦を展開しましたよね。その際に春水樹が、郭開派の重臣や兵士を何人も切っているという事実が残っています。また、李牧らが大使家を簡単から逃がす際に、大田軍との戦闘も行っているため、客観的事実として、李牧一派の行動は、趙国に対しての反乱と認定されているはずです。このように、二つの大きな課題が依然残るため、李牧の復権は本来絶望的とされてきました。しかし、秦軍の動きが活発になったことで、李牧の復帰にも希望が見えてきます。2、すでに準備は万端。李牧一派をはじめ、中立派ながらも李牧に好意的な一部の人間は、李牧復帰の日に向けて、水面下で着々と準備を進めていたようですね。関東では、中立派ながら李牧に好意的な公孫流は、密かに王との情報を李牧へと流しており、李牧らが芝生の治める成果にて、彼の報告を得ている姿が描かれています。このように、李牧が各会派の様子を詳細に把握できているために、彼らは十分な交渉材料を準備した上で、各会派との復権交渉を行うことが可能になります。また、李牧と中立派とのつながりは、交渉の意思決定の面でも非常に重要になります。権力の亡者である郭開にとってみれば、いくら李牧の力が必要な局面であったとしても、自分の顔を潰されるくらいであれば、李牧を処すことを優先しかねません。そうならないよう、中立派が場の空気を調整し、郭開の顔を立てつつ李牧復権の必要性を説き、交渉の場を用意するのではないでしょうか。公孫流あたりが、李牧がこれまでの非礼を詫び、挽回の機会を望んでいるという情報を流せば、趙の窮地に焦っている郭開も、誇りを保ちつつ、大冗談に李牧を呼び出せるようになるはず。こうして考えると、中立派の公孫流こそが、趙を救う影の英雄となりそうですね。3、復帰の契機。李牧と中立派の準備によって、着実に李牧復権のお膳立ては整いつつありますが、最後の一押しになるのが、秦軍の快進撃となりそうですね。秦は、秦六大将軍を復活させて、中華統一への最終的な宣言としています。この時点で、すでに趙上層部は狼狽しており、郭開による防衛戦略に破綻が見えてきました。そして趙は、平陽の戦いで元軍総司令の華長と、重要防衛拠点の平陽、武将を失います。こうなると、もはや王と簡単を守る者が何もなくなりますし、さらに10万人の首を切った羅刹、関羽が自分たちの元に近づいているともなれば、いかに郭開とはいえ、自らの命を守るために、李牧との和解を余儀なくされるはず。4、復帰の条件。趙が滅亡寸前の窮地に陥ったことで、ようやく李牧復権の望みが生まれます。李牧と郭開の合意のもと、
リボク復権のための交渉が簡単で開かれると思われますが、この場でのリボクは軍総司令就任を拒否することもできる強い立場にいます。復権後に十分な防衛戦略を取るためにも、李牧はこの立場を利用して次の条件を提示するのでは。李牧が国を守る代わりに大使家の命を保証させ、李牧一派の罪に恩赦を要求するはずです。そして漁夫戦の敗北を踏まえて関東軍を含む全恩恵を求めるでしょう。この要求は遊牧王派からすれば李牧による反乱を危惧して飲み難いでしょうが、超滅亡の危機を目前にした状況であれば全文献の委任もやむなしと考えるのでは。こうして条件を揃えることで、ようやく李牧が最大の力を発揮できるようになり、数年にわたり王政や漢騎の猛攻を撃退し続ける趙の守護者として再臨するのでしょうね。ただしこの交渉によって権力欲の権化である各界の恨みをより強く買ってしまい、最終的には史実に残るような李牧の悲しい最後につながることになるのかも。ご、なおの足かせが。李牧の復権交渉にあたり、趙上層部は李牧にこれまで以上の軍権を約束すると思われますが、各界は李牧の要求をそのまま受け入れるとは思えません。自分たちが李牧から粛清されないためにも、いくつかの保険をかけておくと考えられます。各界が李牧に要求する可能性が高いのは、大使家の事実上の人質化でしょう。李牧の要求通りに、大使家の命を保証するも、警護を名目に大使家を幽閉するのかも。各界が大使家の精神を握っておきさえすれば、李牧派は各界に逆らえなくなりますからね。また、各界派が李牧を恐れた理由の一つに、李牧への権力の集中があったと考えられますので、李牧に軍総司令の権限を任せるとしても、以前のように最小の位までは譲らないでしょう。李牧には軍事面での全権を任せるも、政治面の権限は各界派で占めることを確認する。これが各界にとって、李牧復権を認められる最低限の条件と言えるのではないでしょうか。このような流れで、無事に李牧が趙軍総司令へと返り咲いたとしても、何せ趙は、胡蝶を筆頭とする有望な将軍を失い、兵勇の敗戦で兵も激減している状況です。現在のままでは、新六大将軍の猛攻から趙を守り抜くことは至難の業だと言えるでしょう。一体李牧はどのようにして、壊滅状態の趙軍を立て直すのでしょうか。この趙軍の再建戦略については、また別の動画で考察していきますね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。